はい、こんにちは。保険ラビー .com の松澤です。はい、宿見さんです。また今日もお越しいただきました、はい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。今日はですね、まあ、お金のかかるいろんなお話を毎回してるんですけれども、今日はセカンドライフということで、はい、リタイアした後のお話をちょっとしたいと思っています。はい、日本の人口をまずちょっと見ていただきたいんですけれども、人口の分布ですよね。1970年の図です。まあ、普通に、まあ、小さい人も小さい赤ちゃんもいて、お金を稼いでくれる生産年齢の人たくさんいて、で、まあ、お年寄りはあんまりそうはいなかったんですね、うん。はい、でこれがですね、今2018年でオリンピックの2020年あと2年後の、予想図なんですけれども、うん、めちゃ赤ちゃんが減ってますよね、はい、少子化ですよね。でそれに比べて赤いところのこの、高齢者がすごい非常に増えてるんですね、うん、ね、これが現状ですね。で、この次に2060年の予想図です。2060年、40年ぐらい先のことですか。はい、まだ生きてますか。あ、ちょっと危ないかもしれないですね。あ、ギリギリかもしれない。ここですね、ここのとこにいますね。40年、そうですね、はいはい、本当に赤ちゃんは、まあ、子供が減ってます。もうすごいヒューと細くなってますよね。で、働いてくれる人も生産年齢人口も減ってしまいます。でそれなのに、お年寄りは相変わらず多いということですよね。これが日本の現状ですので、これを踏まえて、これから長い先のことを考えないといけないんですけれども、老後の生活に対して、不安を感じてますかという、問いに対して、まあ、めちゃめちゃ不安だと、まあ、ちょっと感じるよとか、まあ、少し感じる、まあ、これを、まあ、何らかの不安を抱いている人は8割なんですね。8割、ほとんどですね、うん、85.7% なんですよ、はい、もうほぼこの全く不安ないという人もいますけどね、うん、これ超めちゃめちゃお金持ってる人とかですかね、はい、多分そうですそうですよね、はい、うん、ほとんどの人は、まあ、すごい不安を抱いています、抱いています、うん、はい、これ分からないという人もいますね。分からないって人は何も考えてない人ですかね、はい、まあ、そういう幸せな人もいるんですね。はい、で、老後の不安は、どういうことが心配なんですかということを聞きますと、うん、公的年金だけでは不十分であるというふうに、うん、とか、あと日常生活に支障が出る、まあ、これは身体的なことですとか、まあ、経済的なこととか両方含まれると思いますが、うん、それから、まあ、自助努力による準備が不足すると、なかなか貯金たまってへんっていうこととかですね、うん、とか、まあ、退職金なんかが、不十分であるとか、うん、仕事ができなくなるとか、うん、まあ、貯蓄なんかの準備資金が目減りするとか、はい、まあ、そんなような、うん、なんですけど、圧倒的に公的年金では不安だと言ってる人が 83.7% いるんですね、うん、なので、まあ、老後の不安は、まあ、何が心配かというと、うん、もうやっぱ金銭的問題がすごい大変だってことですよね、はい、一番の問題ですと、うん、はい、ということです。で、では自分の老後資金って準備できてますかということです、聞きますと、まあ、どちらかといえば足りない、うん、全く足りない、これも7割の人が足りないというふうに感じています、うん、足りないんですよね、要するになんか足りない心配だ不安だということは漠然として持っている、うんうん、どれぐらい足りないかそこまでは考えてないんですよね。ないってことですね、はい、はい、でじゃあ老後の、生活資金を何で賄うつもりなんですかということを聞きますと、うん、やっぱ圧倒的に公的年金を当てにしてるんです。 87.5%、うん、ね、年金で生きていく行こうと
まあ、年金があるからいいと思っていらっしゃるのかは分かりませんけども、うんうん、まあ、圧倒的にその賄う手段というのは公的年金に頼っているということなんですね、はい、でもその年金というのが頼っていいのか、うん、ということです。年金制度はなくなりはしないですけど、条件どんどん悪くなっていってますよね。公的年金を自分が受け取る頃に今の水準が保たれているかどうかということはとっても心配なんです、はい、1960年頃は、うん、まあ、1人の人をたくさんの人でおみこしのようにわっしょいわっしょいと、担げてた時代なんですね、うん、でちょっと前の2010年になりますと、まあ、騎馬戦みたいな形ですね、うん、まあ、3人、これ本当は 2.8 人で1人を、はい、持ってるんですね。 2.8人、3人に満たないんです、はいはいはい、で先の40年ぐらい先の2060年はもう1人で1人を持たなきゃいけないので、うん、もうちょっと無理、もうこういう人めっちゃ青ざめてますよね、うん、すごい大変ですよね、うん、というふうにさっきの人口 の分布から見てもこういうふうになってっちゃうということです、うん、だから、めっちゃ当てにしてる年金は、うん、十分でない可能性がとってもあるってことですよね、はいはい、金額が目減りするってことですか。金額も減るでしょうし、うん、支給される 年度も、うん、あと、まあ、あと、なんていうんですか、どんどん先送りされていく可能性もありますよね、うん、まあ、そうですね。昔始まった時は60からですよね、今65ですね、はいはい、うん、今の若い人たちがもらう頃には70からしかもらえないとか、うん、まあ、そういうふうに送られていく可能性もありますね。で、じゃあいくら必要なのかということなんですが、そこが一番知りたいですね、はいはい、厚生労働省のモデル年金はご夫婦、夫婦で月額約22万1200円ですかね、はい、というふうになっています、うん、だいたい平均で夫婦でもらえる年金の額ですね、はい、で、老後の最低日常生活費いくらいるんですかというものもだいたい平均が22万、ここは合致してるんですね、日本政府が言ってる金額と、はいはい、だいたい合致しています、うん、でも、まあ、これは最低これだけ生活するのにいるよというお金ですね、うん、まあ、本当に最低金額で、ちょっとゆとりある生活をしたいと思うと、まあ、はい、ちょっと旅行に行ったり、うん、ちょっと外食したり、はいはい、うん、お孫さんに何か買ってあげたいとか、うん、まあ、ちょっと何か物を考えずに買える、うん、躊躇せずに欲しいものを買えるとかいう、はい、まあ、そういうちょっとゆとりある生活をしようと思うと、うん、34.9 万円、はい、35万円約いるわけです、うん、でそうすると、まあ、35万として毎月13万円ずつ不足してるわけですよね、うん、で13万かける1年12ヶ月で65から、まあ、20年は行きますので、うん、85まで生きたとして20年で3120万ざっくり不足するんです、うん、なので、まあ65歳の時点で3000万持ってりゃなんとかなるよということなんですよね、うん、3000万準備できてますかっていうことです。ありますか、うん、フォルンとか言う3000万をもちろん、ね、こういう仕事をしているので、まあ、この時点で3000万ぐらいはっていうのは目標で考えてますけど、なかなか追いつくかどうかっていうところですね、うん、はい、まだ私たちはこういう仕事をしてるので、うん、そういう危機感もあって、うん、まあ、なんかちょっこれちょっからやってますけれども、そうですね、うん、何にもやってない方っていっぱいいるんですね、うん、周りを見ても、まあ、誰も何もやってなさそうだから、うん、それは前からお話ししてる学校でお金の教育をされてないので、うん、分かってないだけということですよね、うん、なのでこういうことを、まあ、ちょっと小耳に挟んだ時ごとに、まあ、ちょっとお考えいただくといいのかなと思います、うん、早くから気がついて準備するに越したことはないんですけども、うん、そうですね、うん、まあ、でもう私も、もうすぐ老後がもう
すぐですけれども、目の前ですけどもだからといってもう何もできることはないのかというと、うん、そうでもないんです、まあ、なんかありますよね、うん、あの大きな効果はめちゃめちゃは得られないとしても、うん、まあ、やらないより何かやった方がマシっていうことはいっぱいあるので、うん、まあ、そういうことをあのご相談にあのぜひあの保険選びの方にあのお越しください。いろいろお話しさせていただきますので、まあ、そんなようなことです。はい、はい、じゃあまた、次回は、どうしても逃げられない介護についてまたちょっとお話しさせていただきます、うん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。